皆さんどうも、白まみるです。今日はですね、じゃん、見える、北海道に来ています。そしてこちら札幌コレクションに出演させていただきます。朝一のリハーサルです。私が一番乗りかな、違うかな。今日は2ステージ出させていただきます。踊るから撮って。すいません。ここからテンション高いでございます。今日も頑張ります。お菓子食べに行きます。ステージから帰ってくるときケータリングあるの見ました。スイーツすごい美味しそう。豆のチョコ美味しそう。スープカレーあんで、スープカレーわあ、見て、めっちゃでかい。やばくない？美味しそう。絶対これ柔らかい。野菜もいっぱいあります。人参でかい、いっぱい入れていいよ。入れすぎじゃないですか。あれダイエットはごめんなさい。これ何？辛いやつ。これは絶対美味しい。大量。じゃん、スープカレー、野菜スープカレー、大量。いただきます。うまっ、待って、うん、おいしい。辛くて、この粉結構辛い。赤い粉めっちゃかけちゃったけど、そんな最低。何撮ってんねん。何撮ってんの？何見てるんですか？キングダム見てます。独り言多くないですか？え？そんな。最低。会話してんねん。誰と？じゃあアニメ見るとき一番楽しむ方法って、私もそのアニメの中に入ったかのように、ほんまにそのキャラクターと会話してるように入り込まないとアニメは面白くない。入り込んでた。まだ大丈夫。ジュキヤさんとか JP さんとか来てないんで。今から美女ナビさんのステージに出てきます。今日は札幌コレクション終わって、夜ご飯は有名なとこにやってきました。マネージャーさんに聞くと、イクラをどんだけストップっていうまで乗っけてくれるお店らしいです。楽しみ。お店の名前はここです。海味貝味八京さんです。イエーイ、乾杯。お疲れ様です。本当もっと酒気持ちがすごい。ハイボール飲んでます。お通しがめっちゃ可愛いです。じゃーん。この北海道の形したのはわかめです。わかめやな。昆布昆布だ昆布美味しそう。かわいい。北海道はMV が最後。そうかも。 AKB48 の MV で来たのが北海道は最後です。テレテテテレテテでしょ。テレテテなるほどです。海鮮が来ました。ピカピカしてる。美味しそう。いただきます。うん。おいしい。濃厚。これ何の魚かわからない。ウニはそのまんまで美味しいと言ってました。塩をつけて。めっちゃ美味しい。このウニ初めて食べる。こんな美味しいの。甘い。濃厚。すぐ下に置いたらシューッと溶けていく。めっちゃ美味しい。じゃあカニ味噌焼き。もう味噌一番好きなんですか。注文いいですか。これ食べて。うまっ。びっくりしました。うまい。濃厚。これ食べちゃった。いや、大丈夫です。お願いします。はい、ちょっと真ん中失礼します。すみません。はい、絶好調よ。うっさー、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 うっさー。ありがとうございます。あれではこちらご好みお召し上がりください。お願いします。やばい、あふれてます。でもこれでちょうどぐらいちゃいます。リアルにリアルなところで言うとプチプチ生ラウマイベ。あ、めっちゃ美味しい。ホテルに着きました。ちょっとハイボールを飲んで2杯飲んで結構酔っ払ってます。また札幌コレクションに呼んでもらえるように、そしてね、なんかライブとかでも北海道に来れるように頑張っていきたいと思います。ちょっとね、酔っ払ってるんですね、私。このチャンネルが良かった方は、このチャンネルがいいねとチャンネルの登録よろしくお願いします。皆さんおやすみなさい。じゃあバイバイ。マジで美味しいです。あ、注文いいですか。はい。これ食べて。はい。はい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 。